エンジニアさんです。基本的にはソースコードを見るので、ポートフォリオとかいらないんじゃないですかっていうふうに言われるんですが、こんなことがあります。送ってきてもらったけど、開発環境をもらったけど、なんか全然動かないんですよねっていうの結構あります。相手のパソコンのスペックを期待しすぎてはいけないです。なんでソース開かないってなると、選考が全くできないということも結構あります。人のソースコードを全部読むのはしんどい。エンジニアさんだともう人の心はソースコードに全て現れてるから全部読むぜっていう人たちもいるんですけれども、忙しい時になかなか全部解読するのしんどいなっていうのが結構現場の声としてはあったりもします。で、ここを勘案すると自分をアピールする資料が別途あると最高だよねっていうところです。結構よくあるのが企画書がついてくるケース。エンジニアは基本的に技術力を見て採用するので、面白いプランニングができたら最高なんですが、企画処理からまず先に技術見たいなっていうのが本音のところです。じゃあ何を作ればいいんですかっていうと、紹介資料。企画書というよりかは、実際に自分が開発した上で工夫した点をコードを抜き出して説明したりとか、技術的な部分ですね。こんなところを実装してみましたとか、こういうツールを開発しましたとか、そういうのを書いてもらって、ここいけてるんですよっていう部分をあらかじめ書いておくと、ソースコードを見るときに非常に見やすいと思います。で、あと、チーム政策の場合は自分の担当箇所ですね。このあたりを書いておくといいと思います。で、ゲーム業界、チーム政策の経験がある人っていうのは、結構ポイントが高いので、自分一人で作ってないから、みたいなことを考えずに、ガンガン書いてもらえるといいと思います。で、あと、ゲーム作った場合、先ほどのソースコードが見れないという最悪の事態がありますので、プレイ動画をつけておくといいと思います。そうすると挙動がわかるので、特に動き系を作りたい方というのは非常に良いアピールになると思います。